音が鳴るもの鳴らないものっていうのはその時によって反応が違うと思うんですけど、聞くシーンは絶対必ずあるんですよ。寄ってきたイカとかでもやっぱりラトルの方を優先して抱くとか、ラトルじゃない方が抱くとかあるんで、なので二択で持ってもらってる方がいいのかなと。内部で二層式になってるんですね。前後にラトルが入ってて、で、まあ、もちろんダートした時鳴るっていうのは通常なんですけど、それがこう止めてホールにこうする時にコロンって転がって鳴るっていうことと、着底してからボトムにステイしてても少しこうゆらゆらする時に転がって軽く音が鳴ってくれるっていう、これでまあサソリになるっていうとこですね。結局まあその人の聴力で聞き分けれる音とイカの聴力で聞き分けれるヘルツ数の音っていうのは全然違うんで、まあ、それにこう訴えかけれるような何かができればいいなっていうのが一つあって、通常のこのシャカシャカって聞こえる音とイカに聞こえる音は違うっていう、そこで何かこうできないかなっていうのがそのラトルシステムですね。エクスカウンターとカエル飛びアッパーのラインナップで、エクスカウンターは 3.5 号 3.8 号、大きめのイカから中型のイカまでを狙ってもらうような感じで、でカエル飛びアッパーは 2.5 号と3号と、キレのいいダートで、まあ、シャロー打ちをしたりとか秋のイカであったりとか、そういう風な感じで使っていただければ。ラトルだと本当に活性上がる時ってあるんで必要にはなると思います。